Konnichiwa.セーフした。はい、よし、このチュートリオの部屋終わりしましょうか。はい、坊主。ポカ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 。助けて。そこで、クラウド、そこでが、マンダ、お前のリミットゲージはたまり始めている。ビアン、なんだ、フランス人かな。よし、リミットゲージはいっぱいだ。遠慮はいらない。リミット、技で勝負だ。これはクラウドとティファかな。クラウド、うまくできた。わからん。あ、そう。クラウドの解説かな。物知り元ソルジャさん、バトルのことを、俺たち3人組に教えてくださいよ。報酬は弾みますから。お前たちから金を取るほど落ちぶれちゃいない。暇つぶしに付き合ってやる。ああ、ひどい。またチュートリオか。何を教えてほしいんだ ?HB について。HB、すなわちアクティブタイムバトルは戦闘中、常に時間が流れているシステムだ。メニューのコンフィグで HB をウェイトにすると、戦闘中魔法やアイテムを選んでいる間、時間が止まる。コマンドをゆっくり選べるというわけだ。お前たち初心者にはおあつらい向きだな。同じくコンフィグで HB をおすすめにすると、戦闘中魔法やアイテムのエフェクトが出ている間、時間が止まる。戦闘の様子をゆっくり見られるというわけだ。落ち着いて戦いたいときはこれだな。俺はいつでもアクティブだが気にするな。好きなものを選ぶといい。以上だ。飛び出す数字について。バトルの時にピロンと飛び出す数字は、白がダメージ、緑が回復していることを表している。殲滅したくなければ注意することだな。よし、短いだった。チェンジと防御について。チェンジをコマンドで戦闘体系の戦列号列を入れ替えられる。号列にすると受けるダメージが減るが攻撃力も減る。チェンジは戦闘コマンドを選ぶときに方向キーの左を押すと可能だ。同じく戦闘コマンドを選ぶときに方向キーの右を押すと防御だ。防御のコマンドを選ぶと次のコマンド入力までの間、ダメージを半分にすることができる。強い相手には無理せず防御することが必要だ。無論、俺には関係ないことだがな。逃げるについて。俺は戦闘中、逃げることなどめったにないから、詳しくは覚えていないが、お前たちには必要だろう。L1 ボタンと R1 ボタンを押しっぱなしにしていると逃げられたはずだ。面白かった分。そして俺は分かった。嬉しい。ゲージについて。今は確認できないから分かりにくいかもしれないが、とにかく聞いておけ。戦闘中いくつか表示されているゲージのことだ。タイムゲージは戦闘中次のコマンド入力が回ってくるまでの待ち時間を表している。ゲージがいっぱいになるとコマンドの入力が可能だが、もし入力したくなければ三角ボタンで次のやつに順番を回すこともできる。バレットをこき使いたい時などに便利だ。リミットゲージはダメージを受けることに伸びていくはずだ。これがいっぱいになるとリミット技が使える。リミットゲージは各戦闘ごとにクリアされず数をこなしただけ溜まっていくタイプだ。溜まったからといってすぐに使わずリミット技の使いどころを見極めることが大切なのは言うまでもない。お前たちは知らないだろうから教えと言ってやる。ステータスに怒りと悲しいという状態がある。怒りはリミットゲージの上がり方が速くなるが、攻撃の命中率は低下する。悲しいはリミットゲージの上がり方が遅くなるが、敵の攻撃から受けるダメージは低下する。ついでに覚えておくといいだろう。バリアゲージは特定の魔法の効果時間を表す。上のゲージは殴られる攻撃をこれは防ぐ。俺は調べた。防ぐ魔法バリア。下のゲージは魔法攻撃を防ぐ魔法バリア。両方ともダメージを半分にしてくれるが、時間が経つと消えてしまう。バリアとバリアの魔法を使ったときはバリアゲージに注目だな。以上だ。次の戦闘で確認してくれ。残りは何？3か。ちょっと休憩します。